親善大使に任命された南野さんはテレビ番組の企画をきっかけにカンボジアの孤児院を訪れるなど交流を行ってきました。カンボジアとの外交関係樹立70周年を迎える中、大使として年末まで文化交流の促進に向け記念イベントなどに出席します。日本のいいところも皆さんにもっともっとお伝えしたいし、カンボジアがこんなに素敵なところだ、こういうことがあったんだ、そういったことも日本の人にもお伝えしたいし、はい、とっても光栄に思ってます。南野さんは去年カンボジアへの思いを綴った曲、明日への虹を制作。フン・セン首相が来日した際には岸田総理主催の夕食会でミュージックビデオが披露されました。ニュースディグ。